デブリアン幸せなんて食べてる時とパチンコしてる時だ。また来ちゃった。サッチャレやってきました。メガガスのヤーマンです。本日もやってまいりましたサッチャレ。この動画は8月の後半の方に撮っておりますので、まだ本日もヒゲシンシの方元気に中で働いております。入院前の動画でございます。おそらくこの動画が出たところには入院しているのではないでしょうか。元気になるために入院しておりますので、ぜひ皆様この動画にはヒゲシンシの元気の出るメッセージ、そして高評価でですね、ヒゲシンシいいぞ頑張れっていうところをですね、いただけたら本当に嬉しいです。ヒゲシンシね、全部見てますんで本当にお願いします。ということで、前回1パチコーナーのレア台チンコ台クソ台の方を打たせていただきまして、見事にですね大勝利ということで、まあ、1パチといっても1点何号パチなんですけれども、今回なんですけれども4円パチンコということで、現在の時刻が1時。さあメガカス4円パチンコの方では勝てるのでしょうか。1パチだから勝てる説いろいろありますけれども、この店1パチでもねかなり甘かったんで、4パチより1パチの方がおすすめなんじゃないかと思ってますが、4パチでもやれるところメガカス見せてみせます。今日は絶好調。このまま勝ってこの店を潰さないように、ある程度ちょっとプラマイゼロぐらいね、ヒゲシンシといい勝負して封印する前にね潰したくないんで、頑張って今日はね同点ぐらいに持っていけたらなと思っております。本日も応援よろしくお願いします。では入店入店。ちなみに今ね山田うどん食べてきてですね、最高に美味しかったんですよね。どうぞ久々にちょっと見ていきましょうか。お、新しいグッズができてるんじゃないでしょうか。いいじゃないですか、かわいいね。うん、かわいい。あ、やっぱりねこの時のヒゲシンシ若いもんな、元気だもんな。この時な、またこんな風になって戻ってくるんじゃないでしょうか。またねこのねヒゲさんがねいないと不安になります。いたらいたでちょっと座っててほしいと思うし、勝ったら勝ったで、ね、ちょっと勝ちすぎちゃったら悪いなっていう気持ちになるし、なんか不思議なパチ屋なんだけど居心地は最高です。懐かしのグッズとかもあります。ぜひねこれ無料なんでもらってくださいね。ヒゲさん山田うどん最高に美味しかった。うまかったっす。ビビりました。で、僕木村拓哉さんのチャンネルで山田うどん食べてて、ヒゲシンシが言ったメニュー全部かぶってました。パチンコ界のキムタクなんじゃないかと思いました俺。かき揚げ丼にうどんのセット、あったかいやつにパンチ、ここ全部一緒、全部うまかったっす。あのねバランス最高。うどんのつるしこ感、うどんのちょっと甘めのスープで青のりの香りがねするんですよね。そのわかめとか入ってて美味しいんですよ。でそこからのかき揚げ丼、かき揚げ丼もシーフードが入ってて、ちょっとねだし効いてるみたいな感じのね美味しかったんですよ。かきだけじゃなく、そうあのちょっとひやけな感じ。そうなんです、それがうまい。でちょっとご飯余ったらそこパンチなんですよ。やばかったっす、本当に美味しかったです。これから後半戦ではなく、まあ、4パチコーナーの実戦入りますんで、今日は同点ぐらいに持ち込むんで、今ねプラス2000円ちょっとぐらい頑張ります。ちゃんと負けて帰るんで。じゃあ行こうか。山田うどんの内容を知りたい方は前回の動画こちらの方をご覧ください。ちゃんと山田うどん食ってますんでね。一発大跳ね物コーナーもいいんですけど、今日はね今まで打ったことのない機種、もしくはラッシュに入れたことのない機種でということで、もうずっと決めてました。この台です、ストレート7。さあ始まりました、ストレート7JP からの台となっております。なんとこの台5回リミッターのある台で、77分の1から99分の1削減突入率は 75% となっております。ただ前回もやったんですけれども、時短突破型で時短が少ないんですよね。なので時短中にいかにさせるか、4パチの方ではなんちゃら7で当てることできました。4パチはどうなんでしょうか。頑張ります。さあどんどんいくよ。おおおお、レバブルしました。おレバブルは激アツでしょう。さあギジレバギジレバ的な感じか。さあ、ギジ2。さあ、ギジ、これもうギジ4ぐらいになってない？もう確信している、これは当たる。相当幻想的な音楽、見える、未来が見える。7で当たる、7で。だって名前がストレート7だもん。
すげるの？ブラブでやの？ブラブなの？え、レバブルしたよ。レバブルしたんだけど。嘘でしょ。おい。いや、ブラブなんかい。ジャックインです。何も下を狙えとか言われないで始まりました。下開きました。ここにカウンターもついてるんですよ。ラッキーナンバー制です。こっちか。ファ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 。いいよ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 。ファファ。いいよ、いいんじゃないの。あ、もうここでまた保留が溜まってるのがいいね。さあ、ここの20回転で当てれれば、まあ嬉しいよって話ですね。ラッシュ入るよってことですね。で、ここの設定差もあって、今確認中、もし 75% が取れてるのであれば、設定値は50分の1、6だったら38分の1、まあ、38.5 分の1か。なので、とりあえず内部的に確認だったらいいよねと。で、抜けても多分、リミッターなんで、内部的には当たりやすくなってるんじゃないかなというように感じてます。ただ、セグもわかんないんで、内部的に確認がどうかわかんない。で、確認じゃなくても、この20回でも時短のうちに当てれれば99分の1を引ければ OK だよってことですね。さあ、テンパイはチャンスなんじゃないの。いきなり決めちゃって、おお、はい、ガー。いや、さすが三強さん、いいいい動きさせる。さあ、残り3回転おそらく残放流だからもうダメだと思う。さあ、この間にザンホーリーも食べておきたい。さあ、お願い。さすがに厳しいか。あー、さすがに厳しい。で、おそらくザンホーリーこんだけあるんで、多分これは関係ないです。ダメですね。これ内部的に確変の可能性があるんで、ここでね、やめれないですね。早く当たるかもしれないと。はい、どこ出玉、こんな感じです。ああ、ウエイト3段階。おっと、オールフルス的ですか。オールジャック。この外れかと思いきや、なんかあるっていうのがね、いいんだよね。シングルライン、そろそろいいんじゃないの。 OK、 気持ちいい。これむちゃくちゃ気持ちいい。なんて言ってるか分かりません。投資が7000円です。あー、厳しいか。さっきできなかった、気が喜べた。メガカスタム、おっと、1回転目、いや2回転目だな。もう一丁、あー、ない。いや、どうだ、起きたよ。あー、これ無理ゲー感強いな。入ったらやべんだろうな、そこも。さあ、あとまで来たよ。 OK、 OK、 いいんじゃないの。さあ、内部的に 75% で確変なので、今46回転目。おオッケー、ダブルリーチの時点で相当熱い。 40-50% あるんじゃないかってヒゲシンちゃん言ってた。さあ、私の好きなリーチです。これ初回もありました。これ 60% オーバーらしいです。これのさっきのフックアッチャーってノーマルパターン、ビタ止まりが見たいよ。はい、うわ、
ちいい、ああ気持ちいい、はい、うわおもろすぎ。ファーストフィーバーね、あおそらく格変だったんじゃないでしょうか。ああどうよ、やっぱそうだよね。パチカソの豚豚がスタメって言ってももうね8個入ってんのよ、ここにね決まっちゃってんのよ。先読んでるとボリューム減ってるね。よし、転廃するだけでありがてえ。できたらダブルが良かったけど、さあ燃える燃える、頼むよ。はーい、あー楽しい、楽しすぎるこいつ。あーちょっとクジラッキーを思い出します。おーラストチャンスあるぜ、あるぜ、あるよ。よし頼む、決まっちまえ、はい、こいつ俺のこと舐めてるわ、モテ遊んでる。この当たり方、もう押しつぶされて当たったんだけど。ちょっと待ってよ、ああ待って、ちょっと待ってよ、27ラッシュじゃないの。最低でも20欲しい。よし、これがさっきだったら言ってたのよ、多分これマックス20なんですよ。おー待って10回転目です。赤くなった、初めてこんな高かった。ここでベルのリーチだ、頼むよ、最大のチャンス、本日最大のチャンス、赤くなった、よし決まっちまえ、ベルでラッシュ突入、はい、なんでだ。今のは絶対当たってよかったわ。わ、赤じゃないけど緑、赤で外してんのに緑なのよ。シンプルに、あ待って、みんなネバブルしたんだけど、今リーチ中に赤はダメでも緑で当たる、そういうことだよね。これはもらった、いくよ、気合い込めたメガカスタム俺の心を救ってきた、こいつ分かってる、こいつ分かってる、俺ね太鼓のフィーバー大好き、わかった、俺こいつのこと買うわ、こいつの筐体買うわ、皆さん僕が今までなぜ打たなかったかわからないです、神代です、人の心をもてあそぶ最強の騎手。あ77回になってます。さあこっから各編 75% に入ってれば次回まで、もし77回が終わっても続きます、抜けたとしても77回のうちに当たれば問題ない、そういうシステムです。でリミッター5回なんで 75% は必ず5回目で抜けます。さあ決めよう、さあ欲しいのはダブルテンパイ、おロングリーチ、ロングロングロング、ダメ、大丈夫だよね、大丈夫だよね、分かってるよね、格変でも設定6でも 38.5 分ずつなんでハマるはハマると思います。いかに 75% ループができるかどうかだと思う。ただ初回から抜けてることはないんじゃないですか。よしギリギリのところで緑、いいよ、赤まで、緑だけど赤まで、よーし赤までいった、よしよしよし、これはあった、シングルだけどさすがに 75% を1回目から抜けてたとは思えない。せっかくラッシュ打ったのよ、 OK、 オールフルーツ、美しい、かっこいい、さあさあこれで決まりました、ありがとう、はい、OK、 いやー終わると思った
シングルテンパイ、こっからってぎじる時もある。ぎじらないね。さあ、ここでのロングリーチは熱いんじゃない？これはロングリーチと同じ感じの扱いらしいんですが、 ST 中の SP あんまり発展しないんですよね。あるんじゃない？ないんだ。どうや、お、フルーツパターンじゃん。パーラーじゃん、パーラー、フルーツパーラーや。さあ、さっきこれで当たりました。さあ、いつもの7点パイ。さあ、見倒し、気持ちいい。ちょっと待って、急にプッチュ、急にプッチュになったんだけど。え、ああ、ああ、これ点滅しとる。さあ10ラウンドかと思ったら普通に保留台連でした。なるほど、ラウンド中あるのか。さあダブル点配 30% オーバーです。まあ濃厚ですが、このロングで当たるのは初めて見ます。お、なるほど、ここが動くとチャンスアップなのかな。ヒゲさん、めっちゃ面白い、ストレートセブン、めっちゃ面白い。ヒゲさんの動画見てたらちょっと放送して分かって、めっちゃ面白い、神対。あ、ダブルリッチ、ダブルで 30% オーバー、はい。おもろい、おもろくないですか。面白いよ、マジでおもろい。ああ、ここに入るの出るから、ね、まあ、6年目です。おー、頑張って。はい、カビタイだったけどな。ロングリーチで、はい、フィーバークイーンだね。7年目よ。さあ、煽り3回目の緑、シングルだけど、うわー、これやばいな、終わってるかも。さあ、終わってしまうのか。さあ、格変に入ってればまだ続きます。さあ、これさあ、頼むよ、しまっちまえ。予想したんですよ、7連チャンしたんですけど、ここから単発7連で合計で10回だったんで、リミッターがこれ5個なんで、2セット分どっかで1回オーバーキルして7連してくれました。ということで、最高に面白い神台見つけちゃいました。こちらは約2箱を持って移動したいと思います。さあ、約2箱を持って移動してきたのが、打ったこともない、ずっと別に興味もなかった、でもヒゲ紳士が面白いと言ってました。久々のこれやってます、ゾンビリーバボー、ゾンビリーバボー。そういう感じ喋るんですね。
だってヒゲシンシンが言ったんですよ、この台喋るから面白いよって。え、これ赤保留、これ赤保留じゃないですよね。あ、これ全部赤だ、全部赤のタイプね。ちょっとびっくりしたよ。さあ、こんなに顔がついてるのに真ん中にいたらセグがあるだけという、なんともチープなゾンビの台ですね。大当たり確率が 119.8 分の1から 159.8 分の1と、今日打った中では一番重い台です。ただ継続率が 82%、 なんかスペック的には良さそうなんですが、どうなんでしょうか。とにかく数字を揃えて当てることができれば100回転のチタンがもらえて、その100回転のチタンの中で格言かどうかと、格言じゃなくても当ててしまえば問題ないというような台だと思います。おそらく。おっとっと、ボタンがぶるってる、ボタンぶるってるよ。これあるぜ、ほらほらほら、レバブル的なものだろこれ、ボタンブル。はい、731、なんかね、変なレバブルします。ドックンドックします。はいはいはい、聞こえますでしょうか。お、なにこれ。はい、待って、はい、いや当たりとかどうかとかじゃないんだ。何、何これ、なんかディズニーランドとかそういうテーマパークで流れる感じ。あ、ちゃんと日本語喋るのね。これどういう気持ちでこれ作ったんだろう。これ脱出するぞ、仕方がないな、先に行け。なーに、すぐに追いついてやるさ。くそ、なるほどね、行け、早く行くんだ。逃げるなよ。なるほどね、逃げ切れれば渡りだ。そんなの嫌。カモン、オッケー、拾った。出るんだ、29回転。右打ちしてください。アンビリーバボー、ゾンビリーバボーです。これ7あたりはいいんじゃない。なんとも言えない音楽流れるのね。ええ、あ、英語なんだ、英語なんだ。しかもこれ見て、始まってる。さあ、こっから100回転のチタン、最高最高最高。5951、違う、あれは、え、あぶね、これあれだ、ビッグドリームと同じ感覚。これ100回転のチタンじゃないのかな。あれはやめてくれよ。え、出口が見えたぞ。え、これ次回バレたの。そんなことは分かっている。継続率 82% だよ。え、 82% だよ。分かったわ、集まってきやがった。出口はすぐそこよ。いやー、これだ、俺だ、頼む。なんなんこれ。 Z ゾーンゾーン N。 なんか変だよここ。え、なんかうなってるんですけど。左内に戻してくれ。なんこれ。なんとなくもう流れは分かった、流れは分かったよ、うん、入らなかった理由も分かる。もうちょっとだけ打って気が済んだら移動します。デンジャラスゾーン、デンジャラスゾーン来ました。リーチ、ちょっとパニックゾーン、うん、このままではまずい、絶対弱い。うわ、何かが来る。速落ち。めっちゃ喋る。めっちゃ喋って面白いかなと思ったけど速落ちでした。でもね、一回当たってもういいかなって今気持ちで。
ありがとうございました。大変面白かったです。なんかでももうヒゲシーシーと話したんですけど、面白いですけど、まあ何も画面も変わらないですし、大変満足だなということで、半分くらい減らしたところで次の台に移動したいと思います。皆様打ってくださいね。いい台だと思います。さあこのゾーンだとライドができるんですよ。でほとんど多分打ったことあるんじゃないかなというところで、まだ一台だけ打ったことのない台があります。あと残り3時間ぐらいしかちょっと移動のため時間がないんですが、あえて319いかしてください。ラスト大勝負、ツインループ花満開。さあ実はずっと打ちたいと思ってました。モード2種類、なんかデラックスモードとクラシックモードがあって、クラシックモードがヒゲシンシが面白いけど何も起きないからねって言われて、じゃあやっぱ絵的にはデラックスの方がいいんじゃないのと言われたんで、最初はまずデラックスからいきたいと思ってます。あ、なんか花回るんすけど、かわいい。この台なんで319分の1、突入率確率率です 50% と、ただ入ったら 83.3% というので、これ書いてあります。ツインループなので、この 50% だと思うんだよな、 50% を2回外れたら終わりですよみたいな、そんなような流れだったと思います。導入当時見てはいたんですが、初打ちで、まあ、あんまりチャンネル登録者の方たちは見たくもないかなと思ったんであんま打たなかったんですけど、実は興味はありました。で、私の世代だと上のところとね、あの枝みたいなのがシャン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 っていうピンクの筐体の、今は亡き西陣さんのね、筐体の花満開、どういう方、ほの方いましたよね、あの女の子のキャラクターを、あのキャラクターが確かまだあの時プレミアで黒い衣装が出てくると熱いみたいな、そんなような感じの台だったんですよね、花満っていうと。なんですけど、多分初代はこんな感じなんでしょう。初代はほとんど打ったことがないです。確か攻略法が使えてランプ打法とかがあったという、梁山泊とかの攻略法でむちゃくちゃ稼いだ時代の人からするとすごいいい思い出の台だとは思うんですけれども、私はちょっと打ったことがないんだなと思います。攻略法があった攻撃、果たしてこの台は攻略法があるのでしょうか。まあ、あっても知らないですし、わからないですけれども。完全攻略、爆連させてですね、残り3時間出し切りたいと思います。ちなみになんかね、いろんな法則があるらしくて、こういうところがいきなり光ったりとか、ジャグラー的要素もあるらしいです。要注目。お !7 点じゃねえの、関係ない。花間には関係ない。7点よ。いや初代は関係ないの分かってるけど、今作も関係ありません。1箱なくなりました。ラスト1箱です。お、点滅保留入りました。初の点滅保留。だからこれ強弱があるらしくて、早ければ早いほどいいんじゃないかな多分。さあ先読み、さあどうでしょう。これ多分ね、クラシックだったら相当熱いパターンなんじゃないかな。クラシックって先読み出しとかその演出が確率上がる。え、それだけ。やっぱさ、ちょっとごめんみんな悪いんだけど、これ多分デラックスモード俺心揺さぶらせて疲れちゃうんで、シンプルでいいっすか。クラシックモード、多分クラシックモードで何かが起きたら熱いんだと思う。バッキーで言うところの先読み少ない的な感じだと思うんで、これで何かが起きたら熱い、これでいきましょう。大丈夫、まだあるから。いいね、これ多分初代の音なんだろうな、聞いたことある。でもね、ひっそり何かが熱いとかあると思うんですよ。それ見つけられたらいいな。おそらく本当に何も起きないんだと思う。その代わり起きた瞬間にあちーってなると思うんで、みんな見逃さないように。俺が一番見逃しそう。お、これクラシックモードでこの椅子あんの。え、何違うの。クラシックモードだよ。そうだよね、ボタンの色は青。全然クラシックじゃないじゃん。お、ここ今クラッシュしたね。クラシックモードでこれ多分 20-30% あると思う。ボリューム変化なんかな、違和感。鼻テンパイ。は、本当にクラシックモード、思ってたのと違う。さあここで2箱目、千の丸です。わー、時間の限りいきます。最後ヒゲシンシン、これで男の勝負だ。あれ、右打ち合ってる。あ、これパカパカしてるわ。これ小当たりなんだ。ずっと今の演出何なんだろう、何なんだろうと、小当たりなんだ。ちょっと右打ちチャレンジするか。ここの時に右打ち、入る入る入る、2球入りました。ちょっとお得。さあ
来たよ。ダメか。おーおーおー、初めてボタン緑、初めてのボタン緑、ワンチャンある。何回、もう無理や。お前2万円なくなりました。そして時間がない、時間がないので、ラスト5000円かけさせてください。おお、枠光った。これはっていいだろう。見たよね、みんなもね。は？枠光って熱いじゃないの？あ、これ右打ちチャンス、右打ちチャンス。ここ入ります。俺がこの台で得れたの30玉だけです。次戦終了。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最近爆弾岩に似てるって言われます。ということで、サッチャレ実践いかがでしたでしょうか。分かれているように見えて、実際まあ2日間で4本撮りしてますんで、まとめてですね、言うとですね、結構負けました。今日最後の最後の4回目にして、まさかのツインループが木を吹かず、花満開という台なのにね、花すら咲かせることができず、散ってったのは雪一だけでした。いや、樋口一応も散りました。ということで、本日の結果、投資25,000円、ストレート7の分も持ち玉持ってたんですけどね、全部やられましたね。そしてね、最後でヒゲさんに声かけようと思ったんですけど、ヒゲさん中に入ってですね、ちょっと休憩してましたんで、さすがにもうね、呼んでね、どうこうするっていうのも大変かなと思いまして、最後のヒゲさんのショットはないですけれども、ヒゲさんいろいろね、皆さんも心配してると思います。僕もね、心配はしてるんですけれども、何度も言います、元気になるために行く手術なので、無事を願って僕たちはいるしかない。なのでね、ぜひ皆様、この動画にメッセージを残していただけたら、ヒゲ選手とつなげる、そういった動画になっておりますので、ぜひ高評価とヒゲ選手のコメント、ぜひよろしくお願いいたします。僕は負けました。だけどね、皆様はこのお店何を打てば勝てるかきっと分かってるはずです。僕の動画を見て、まあ、9割方負けてる動画ですけれども、1円パチンコがやっぱ一番勝てるかもしれませんね。4円で4000円勝つよりも、1円で4000円勝つのがこの店は現実的な気がしてます。ちなみにね、差し色いただきまして、タンポポグッズ、これいただきました。いかがですか？かわいいね。なんかボンレスハムみたいって、俺のコメントに書かれそうな感じですね。ぴったりですからね。ちょっと締め付け感ありますね。素敵だと思います。ありがとうございます。そしてね、お手紙いただきましたんでね、読ませていただこうと思います。山様、シールありがとうございます。さっき僕ステッカー落としたんで、今日は偶然でもお会いできて嬉しかったです。どうぞ体調に気をつけて仕事なされてくださいね。サッチャリに来てよかったです。いい月になりました。ちゃんと野菜も食べて元気いっぱいのヤーマンさんにいてください。応援しております。オンラインサロン関係も協力していただいて心強いです。ありがとうございます。とわざわざね、お手紙まで書いていただいて本当にありがとうございます。僕ね、お手紙の差し入れが一番好きなんでね、元気もらえます。僕本当に前もお話しましたけど、僕も健康上、まあ、この体なんで、痛風とか糖尿病予備軍とか高血圧とか、もともとうつ病を持ってるとかね、まあうつ病はもうほとんど完治したと言っても過言ではないんですけれども、こういったのお手紙で結構やぶときにたくさんこういう風に元気づけていただけることが、ね、多いんでね、本当に心からね嬉しいです。本当にありがとうございます。ということで、しばらくもしかしたらサッチャレ実践来てもヒゲ選手の登場しないサッチャレ実践になるかもしれませんけれども、会いましょう。そして今年ね、どこかでサッチャレでね、1回ぐらいでみんなと会える来店みたいな感じで、ね、やれたらなっていう風に思ってますので、ヒゲ選手が帰ってきたらぜひ皆様またお祭りやりましょう。カレー祭りでも何でもやりましょう。楽しいことがしたい、このサッチャレで。そしてこのお店が僕の原点なんで、潰すつもりでいますけど、潰すわけにはいかないんでね、まあ、ヒゲ選手がね大変だってなった時にはね、潰してさらちにしてね、ゆっくり休ませてやろうと思いますけれども、まあ僕がね本気出せば花満開の攻略法でなんとかなるんじゃねえかなと思っておりますんで、その時にはメガカスユキチ帰り咲きさせてやろうと思ってますんでね、応援よろしくお願いします。もう自分でもね、何言ってるか分かりませんけども、ヒゲ選手元気になってまた会おうな。再戦だよ、再戦。何度でも戦ってやるよ。俺はこのお店で今まで100万以上負けてんだからな。全部回収するまで。戦おうじゃねえか。それがパチンカってことだ。それでは入院中、またな。元気で。今頃俺らが渡したモンスターハウス打ってんだろうな。